おやつの時間にしたいと思います。ちょっと水を入れてきたんで沸かします。今日のおやつはプロテインバーと。キャンピングカーに乗り続けて30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅にあった理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということで、このバスを手に入れた。このシンクの排水、ここからこう来て、ここが匂い戻りをしなくするバルブ。はい、前回配管の方を接続したんですけども、ちょっと問題がありました。先日ね、っていうかもう1週間以上前になるんですけど、取り付けた排水パイプ、ここに電子レンジが入るんですけど、電子レンジボックス、これをですね、入れようとしたらですね、3ミリぐらい、ここが、この出っ張り分がね、当たるんですよね。3ミリ、この木を削りたいと思います。前回、バルブについて触れてなかったので、ちょっと触れときたいと思います。これが、匂い戻りをしなくするバルブですね。中の構造、こういう風に、こっちが入り口、ここから水流れていくんですけども、ここ、中、ゴムのバルブがついてて、このゴムのバルブの先が、見えるかな？これ、先が、すぼまってるっていうんですか？そして反対側から見ると、こういう風になってます。ここが、さっきのゴムの、水出るところですね。向こうからは、水が来た時だけ、この隙間を流れて出てくるんですけど、こっちからは、水も匂いも戻らないという仕組みになってます。これがね、結構使えるよということで、YouTube、欧米の方の YouTube なんか見ると結構言われてるんですが、これ、ね、日本で売ってなかったんですよ。そして、Amazon USA だったかな？ Amazon UK だったかなで買いました。はい。で、またね、外国製なので、この、ネジの径とかね、なかなか合わなかったんですけど、取り付けることができました。ちょうどこんなとこに裏からネジ出てますわ。これはまずいですね。このネジをなんとかしましょう。よし、これでだいぶ後ろに乗せるので、
で収まりましたね。これが、シャワーポンプのね、排水に接続するパイプなんですけど、とりあえずシャワーポンプの排水、シャワーの排水ポンプ、まだついてないので、これ、蓋してます。これのね、反対側が、排水の分岐のところに行ってます。排水タンクへのパイプの分岐のところ。ここがね、シャワーのポンプ排水。そしてこれがね、給水パンポンプ、給水ポンプの電源つないでいきます。なんか硬いな、これ。よし、入った。これがね、シャワーの排水ポンプに行く線です。とりあえずここに行きます。ここにケーブルの束がやってきました。ここにパネル板を作って、そしてここに FF ヒーターの電源とかね、その他もろもろ。これギリギリやな、いけるかな。ちょっと下の方につけるか。まあ板の分があるからね、厚みがあるからなんとかなるかな。こんな感じで配置しますか。これがね、もうどうしてもここしか、奥行きの関係でこれがここしかはまらないので、こっちにずれてもこっちにずれてもダメなんで、ここぴったりに開けます。で、そこからまあこっちの端と合わせて、あと均等割りにつけていきます。Thank you.
おうおう、これ断熱、車の壁の断熱の粘着が残っとうから目詰まりが激しいね。これでどうや。よし、これで OK やね。とりあえずね。はい、スタンディングシーラー塗っていきます。ちょっとね、ここ木の欠けたとこはパッて詰めました。ニスを塗っていきますね。
これがテーブルというかキッチンなの台と同じ色とは思われへんな。薄いな。はい、そしたらこれが乾いたら磨いてまた重ね塗りしていきたいと思います。ということでその間に他のことをやっていきます。はい、今日の作業もね、1週間ぶり。年末が近づいてくると仕事も忙しいしね、なかなか進まないですね。もう夏には登録しようと思って頑張ってたんですけど、もう冬が来ちゃいました。はい、ちょっとおやつの時間にしたいと思います。水を入れてきたんで沸かします。今日のおやつはプロテインバーと、紅茶オーレ。はい、沸きました。よいしょ。いただきます。うめ、甘っ。この前ね、陸運局に2回目の相談に行ってきたんですけど、このクイマ飼ってすぐの時にね、1回相談に行ったんですよ。そしたらもうその時の担当者、今回いなくてね、担当者が変わって、そうすると話の内容も全然違ってくるんですよね。まあ本来どこの陸運局に行っても誰が担当になっても、同じはずであるものなんですけど、まず乗車店員ですよね。乗車店員、これまあ6人取れるんじゃないかということで、まあ最初に教えてもらった、まあ感じで作ってきたんですけど、結局前向きのシートがね、シートベルトをつけても、その強度の証明をする書類をつけないとダメだということで、まあ4人以上ね、乗車店員取れれば別に問題はないんですけど、この後ろ向きシートがね、まあとりあえずいけるということなんで、もう前向きシートの方はね、乗車店員取らずに行こうかなと思ったりしてるんですけど、あとあれですよね、このシートのクッションがないとシートとして見なさないということらしいんですよ。まあシートね、クッションなしで取ろうと思ってたんですけど、それもね、やらなくちゃいけないということでね、まあいろいろそのシートのクッションですね、生地をまあ前々から探してて、何年素材の生地を見つけてたんですけど、いざ買おうと思って、まあ再確認で、この何年って書いてある布なんですけど、何年証明一緒に送ってもらえますかということで、お願いしたら、何年証明は出せませんということで、それもね、探すまた結構苦労したんですよね。結局何年証明が、出ないんですよ、なかなか。何年って書いてある布とかでも、証明書がついてなかったら使えないので、証明のつくものっていうことで探すと、まあ、ヒットしない。
ですよね。あのビニールレザーだったらね、いっぱいあるんですよ。万年照明付きで販売してるところがね、布になるとなかなかないということで、ちょっとあちこち問い合わせしたらね、あの万年照明付きの布っていうのを5つほど紹介してもらって、その中から選ぼうと思うんですが、ちょっとサンプル取り寄せ中でね、またそれにも時間がかかるということです。それとね、ベッドのクッション、まあ、スプリングマットを買ったんですけど、まあ、当然それはあの万年照明付きのものじゃないんで、で当初そのベッドの上に乗せるだけなので荷物として扱うというような話を聞いてたんで、まあそれは荷物なんで万年照明はつけなくていいと思ってたんですが、そっちもそれがないとベッドとして見なせないから、それは万年照明付きのもので必ずつけておいてくれと、ベッドの上に乗せといてくれということなんで、結局まあそれのカバーをね、万年照明付きの布で作らなくちゃいけないということなんですよ。まあちょっと登録までにね、いろいろすることが増えちゃってね、さらになかなか仕事の合間合間でやってると週に一回できたらいい方で、なかなか進まないんですよね。ほんと、いつできることやら。もう早く登録してね。まあ、完成までいかなくてもね、キャンプはもうできる設備はほぼ整ってきたのでね。そろそろどこかに出かけたいんですけど、もうしばらくかかりそうですね。プロテインバーいただきます。はい、今回はここまで。それでは次回の動画をお楽しみに。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルで公開しています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。